はいどうもです「店の目の前で取引をしゃぶ密売で逮捕された大阪西成の焼き肉店大胆すぎる犯行手口」っていうことでですねえ現行犯行現場はなんと自分の店の目の前だったっていうことなんですよね。でまあ捕まった理由としてはその外国人留学生などにまあ覚醒剤を密売したとして大阪府警はまあ9月4日までに この大阪西成区のこの焼肉店の経営者2人を、まあ、覚,醒剤取り覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕・起訴したということです。はい、でまあねあの自分の店の目の前でやっとったということで秘匿、まあえーまあ、性の高い、まあ、通信アプリテレグラムっていうのがあるらしいんですよね。 闇バイトでもこれでやり取りしてたっていうあれニュースを見たんですけどもまあ自分はこのテレグラムっていうのは使ったことないんですけどもそれでまあやり取りしててでまあアイスを売りますなどというまあインゴを使って投稿して客を集めとったらしいんですよ。でもすごいリスクは高いなと思うんですけど絶対これ警察の,あのインターネット上をまあ操作してますしねほんで今はもう。 まあ、見てる人が多いですから誰が、えー、通報するか分からないですから通報されたらまあ一発だろうなと思うんですけどもまあ今回の場合は通報ではなかったみたいなんですよね。えー、まあその留学生が留学生が、えー、そのみんなでこのそのこう買った薬を、まあ、使い回ししてで錯乱状態になってでそれでまあ、えー、その 学校留学生のインドネシア人の留学生やったかなその人がまあの学校の先生に付き添われて、えー、その警察に出,出頭したということででそれでまあその入手先とかねそういうのをまあバレていったらしいバレたらしいんですよねうん <laughs> はいでまあ そらこれはバレると思いますよねいつかはね絶対、うん、いつかはバレると思うんですけどもまああの自分もね西成におった頃っていうのはえっ、ー、と半ばとかでもまあその薬をやってる同僚とか結構いましたよね見てきましたよね。うん、で街中歩いてってもあの当時はまだ防犯カメラが少なくて。 少ないいところやっっったたんんででその四角っていうのてうがあったんですよだからそういうところでまああの普通に椅子を置いてでまあ歩いてるだけで声かけられましたよあの,あの当時はね最初の頃は今はさすがにもう隠しカメラがそこら中にあるんでねで観光地としてすごいもうなんかあのクリーン化されてるからまあそういうのを排除するためにもまあすぐに捕まると思うんですよ、う。ん でまあまあ、昔はそ,のそういう、まあ、労働者ばっかりや今みたいに観光客も来てなかったんでちょっと特殊な街やったんでね、まあ、街中歩いてても普通に「にーチャんあるでにーチャんあるで」るで言ってもほんまにあのー、何十メーターおけに声かけられるような感じもう声かけてる人もほんま顔なじみになるような感じでもやっぱり捕まるんでね捕まるんでやっぱり。 顔は変わってましたよね、売ってる人は。と思うんですよ。はい。なんかもう、警察官も捕まえようと思ったら、すぐにまあ、捕まえられるんでしょうけども、やっぱり、その捕まえる月間みたいなのがあるんでしょうね。まあ、今回は、まあ、ちょっと捕まえに行こうか、みたいなんで。で、まあ、ほんまその、その間、それまでに、まあ,あ、土屋の上とかから、こうかか、えー、カメラでこう撮影してね、で、証拠取ったりとか。 あるいは作業服着たあの警察官がもう巡回してますからね。もう,もうほんま一発でも僕らは分かる、はい。パチンコ屋とかで働いとった時でもその警察官の人らがもう来てましたかね。あのー、僕ら、僕は第一会館で働いてたことがあるんですよ、パチンコ屋。テントウムシってあるでしょ、西成のハゲの茶屋の。あそこで働いてたの、第じゃないです、第一会館で。で、働いとった時も,もう警察師、作業着着た警察官が。 って入ってきてき警察手帳見して、こんな方は知りませんかとか言って、いやー、そういう方は来てないですね、言うて、あわかりました。ほなちょっと事務所の方を案内してもらえますかみたいな。ね、えー、部長とか、その店長とかとなんか話してましたよね。なんかこういうのを教えてくれみたいな感じだったと思うんですよ。はい。まあ、パチンコ屋にもそういう人おったし、あと、客もそんなやってるのいましたよね。あの客の 忘れ物、財布とか忘れていくじゃないですか。単泊に入れてるんです、その忘れ。カッカ負けてカッカカッカしてるんか分かんないですけど。<laughs> ほんで、その財布の中にそういう薬があったりとかでね。で、もう慌てて、その客が取りに来たとか、そんなんもあったし、うん、もう、あの、興奮の仕方が尋常じゃないっていうんですか。はい、もう、あの、なんか、チンピラやったらしいです、その売ってた人らは。 あのも,ものすすすごい興奮するんですよかか大当たりかかってもすんごい興奮するし、ま、負けても興奮するしで、まあ、もうちょっとなんか疑い深いんかしてあの自分が後ろ取っ,ったけど「お前後ろ今なんかやったやろ」とかってこう言うてくるんですよねた。ただこっちは巡回してるだけですけどもねなんかそ,そんな,なんかおかしなことをよ,よく言うてきましたよね僕にね。でそのやっぱ 場所柄も場所柄じゃないですか、あのパチンコ屋、西成のあの大事会館。で、そこの部長も、あの、元この結構上の人やったらしくてね、恰幅のええ人でしたよ。はい。で、すごい人格者でしたね。僕、あ僕らにはすごい、従業員にはすごいあれやったですね。うん。あの新人に入った時でも、おお、頑張っとるかって、どっから通ってんやって、交通費ちゃんと請求しや、って。うん。あの、チャリンコでも自分行っとったんですけども、 あの交通費請求したらいいからなみたいな感じで。うん、そんな感じですね。ほんで、あともう従業員でもね、なんかね、そういう薬をやってるような人がおったんですよね。ほんで、その子がもう辞めるって言われたときに、部長にその呼ばれてね、お前はもう西成に来ん方がいいぞって言われたらしいです。多分そ措置関係のことをもう分かってたんだと思うんですよ。口には出せへんけどね。うん そんなんもあったりとか、あともう半ばでもそんなんや薬やってる人いっぱい見て,見てきましたよね、うんあのー。自分から僕に言ってくるんですよ、その薬の話をね。もうなんか、うん、もうちゅ注射器でもこの朝までじ自分の腕をプス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 さしてるとか、そんな話してましたねあなんか、うん。気持ち悪い話してきましたよね、自分にね。あともう やたら元気とかねそんなんでうんとびさんとかでも結構おったらですよねうんとびさんとかでもおったしあとまあパチンコはね僕働いてたんですけども住み込みで働いてたんですけどもやっぱ住み込みでもやってる人いましたよねでまあ自分はねもう絶対にその薬は手出さなかったんですけども、えー、それは何でか言うたらやっぱり自分はねパチンコとか あとまあそしゃげもそうですけども絶対ハマってしまうんですよね自分の場合はだからもう,絶もう絶対後々大変なこと自分苦労するの分かってるがそういうのには、ね、手出さなかったんですけどもね、うん、やっぱり出してしまう人は出してしまうんでしょうね、うん、でまあ今回こういうふうに、まあ、捕まったということなんですけども、まあ、まあまあまあ今もうほんま売るのはすごいバレやすいですよね捕まりやすいですよねまあね。 おとり捜査とかもやってるでしょうしね、うん、そんなんやられたら一発やろうしね、まあ、西成もかつてはね、ほんまにそこら中に売人がいたという話でした。以上ですバネリ